2013年を振り返る。振り返る。振り返る。ごめん、チャンネル登録解除しないで。OK、2013年。もう本当にいろいろある年だったよ、2013年は。なんといっても生まれた企画は、B-Boy が叫ぶ。うわー、なんでモテねえんだー、宿題多すぎるんだよ、俺は何でもできるんだー。これはみんなのコメントを俺が読んで、俺がどっか行って叫ぶって単純な企画なんだけど、実はみんなから出たアイディアなんだよね。これ俺が一回ツイキャスやってる時に、誰さんどこどこの教師ムカつくんすけど、そいつがうぜって叫んでくれませんみたいなツイキャスで言われて叫んだの。そしたらみんなすげえうわーみたいな、じゃあこれも叫んでくれ、あれも叫んでくれみたいな。ヘタレビーボーイの企画はみんなのアイディアと一緒にやってっからな、よろしく。そして2013年生まれた超でっかい企画といえば、ヒップホップステーション。ケンザサンキューマラ先生と一回やって、いろんなゲストでサイファーやるっていう、 YouTube で初めてかなのヒップホップの番組なんだけど、すっげえ編集とかにも意外と時間かかってて、あんまりラフにできなくなってるんだけど、今回は特別撮影の裏側を見せたいと思うぜ。俺から先輩頼みます。Yeah. うん、あ、ごめんこれ使える。いや、一回シュート飲みに行ったらまた見方変わると思う。あ、ぜひしょぼい T シャツ買ってきたから、パジャマに使って。お、ありがとう。お土産まである。あの T シャツ死ぬほどいっぱいか、あれ、うん、パジャマで超ダサいと思うから、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いや、僕トークの方が上手いですよ、ラップで。ずっとそれ言ってんだよ。え、これがヒップホップ選手のオチですか。確かにね。普通にさ、みんなとさ、うん、いや、今のこのトークはリアルな話が後ろで、うん、あいつ本気で言ってるよ。そんなこと言ってない。ヘタレ B-Boy といえば、なんだろう、つまらない以外に多分ラップなのかなと思って、まあラップクソ下手くそだけど、今年はオンラインクリエイターズの協力があって I love hip hop っていう PV を作ることになったぜ。これ、そして今年行けたのがアメリカ、ニューヨーク。そこでライブまでできたり、このあとラスベガスも行ったんだよね。ラスベガスの警察。We're going to Canes, yeah? We're going to Canes! Canes, little Canes, man. ニューヨークの動画もラスベガスの動画もありすぎて、もう今ちょっとクリスマスとか年末だったりとかいろいろ重なって、もっとニューヨークとかラスベガスのおもれ動画出してくから、ステイチューンってことで、最近なんだけども、さりげなく始めようかなと思ったことがあって、ツイキャス。いい？ツイキャス見てる人だから言うけど、ヘタレ族ですね。でもヘタレ族にならなくても別に俺の動画見てくれていいから。こんなにつまらない僕のツイキャスなんか見てくれて。誰かでーす！オッケー。俺も、ただの変態だよ。ツイキャスは、まあ、やっぱ俺が定期的にあんま動画更新できないから、週1回ペースで、土日のなんか、どっちかの夜11時とか、そこら辺にま、やっていこうかなと思ってるんで、まあ、見たい人俺のツイッターフォローして、見てやってください。もう一個の、本当にしょぼい、しょうもない日常的な動画も作りたいなと思って、ヒログチャンネル、開設したぜ。本気で、つまんねえから見ない方がいいけど、本当に見たい人だけ下に貼っとくから、ブログチャンネル登録しちゃってください。で、あとそれから気がついたら、ヘタレ B-Boy のチャンネル登録者が3万人いってたぜー。わかる？3万って数字はもう今になったら全然大したことないんだけど、もうヒカキンさんとか、他のセレブ様に比べたらもう全然アレンコみたいなチャンネルだけど、みんな見てくれて本当にありがとうね。これ見てる人はすごくレアかもしれない。では皆さん、2013年、お酒とか飲みすぎないように、未成年の人は暴れすぎないように。では皆さん、良いお年を！ピース！ちょっと私が回した年末タグビデオ答えてよ。You know how we do!